唐津市ニュースの時間になりました。はじめに本日のニュース項目です。国の重要無形民俗文化財でユネスコ無形文化遺産にも登録されている唐津神社の秋季例大祭唐津くんちが11月2日の宵山で幕を開け、4日までの3日間、唐津の町がくんちの熱気に包まれました。2日の午後7時30分、出発合図の花火が上がると、引き子たちの勇ましい掛け声と囃子の音色が響き渡り、宵山が始まりました。提灯の明かりに美しく照らし出された14台の引き山は、各町から次々と出発し、市内を巡行しました。今年も沿道には多くの市民や観光客が集まり、きらびやかな宵山に見入っていました。翌3日はお旅所進行が行われました。午前9時30分、14台の引き山や神輿が唐津神社から次々に引き出され、各町を回って西の浜のお旅所を目指しました。引き山が通る沿道はこの日も朝早くから市民や観光客で埋め尽くされ、引き山が通るたびに歓声を上げたり写真を撮ったりして祭りを楽しんでいました。正午からは唐津くんち最大の見せ場、お旅所への引き込みが行われました。引き山の車輪が砂地にめり込むと、引き子たちのえんやえんや、よいさよいさの掛け声にも一層力が入り、重さ 1.5 トンから3トンあるという巨大な引き山を力強く引き込んでいきました。引き子たちの勇ましい姿に観客からは歓声と拍手が送られ、お旅所は最高の盛り上がりを見せていました。最終日の4日は翌日祭が行われました。14台の引き山は町内を回った後、唐津駅から市役所前のシンボルロードに勢ぞろいしました。令和初となった今年の唐津くんちには、海外からも多くの観光客が訪れ、唐津引き山取締会によると、3日間でおよそ57万人の来場者が祭りを堪能したということです。引き山生誕200年と第5回全国ふるさと甲子園で令和初の行きたい町ナンバーワンを受賞したことを記念して、唐津産の野菜や飲食物を販売する唐津まるごとマーケットを、唐津くんち期間中の11月3日と4日の2日間、市役所本庁の駐車場で開催しました。唐津市内での開催は初めてとなる唐津まるごとマーケットは、全国から訪れた人に唐津の特産品や食などを丸ごと知ってもらい、唐津の観光客増加を目指そうと唐津市が企画したもので、会場には唐津の飲食店や企業、経済団体など15のブースが出展されました。来場者は企業のオリジナル商品をはじめ、
唐津の新鮮な野菜や軽食などの試飲や試食などを楽しみながら気に入ったものを買い求めていました。またイベント会場には飲食ができるテーブルや休憩スペースが220席設けられ、家族や友人とゆったりと過ごしながら唐津の秋のイベントを楽しんでいる様子でした。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市からのお知らせです。北畑市民センター産業教育課からのお知らせです。北畑フライフェスタ2019を11月10日日曜午前9時から午後4時10分まで北畑徳須への北畑中央広場で開催します。北畑さんの農産物品評会即売会、唐津茶コーナー、活発釣り大会、ふれあい軽トライチ、唐津工業高校生によるものづくり体験教室などイベント盛りだくさんです。また会場内では消防ふれあい広場も同時開催されます。はしご車試乗体験や煙からの避難体験、模擬消火体験などの体験型イベントがあり、参加者にはプレゼントもありますのでぜひお越しください。小雨の時は開催しますが、雨がひどい場合は北畑社会体育館周辺に場所を変更する場合があります。詳しくは当日事務局へお問い合わせください。お問い合わせは北畑市民センター産業教育課内の北畑ふれあいフェスタ実行委員会事務局、電話 53-7135 までお願いします。北畑地域の秋の一大イベントで、多彩なイベントや北畑の特産物が出店販売されますのでぜひご来場ください。なお9日10日は唐津焼発祥の地北畑を PR し、窯元による唐津焼の展示販売等が行われる岸岳炎祭りも岸岳ふるさと館で同時開催されますので、秋の一日を北畑でお過ごしください。以上、北畑市民センター産業教育課からのお知らせでした。平成25年に唐津市と友好交流移行書を結んでいるグアム巡州の代表団が11月2日唐津市を訪れ、峰達郎唐津市長を表敬訪問しました。市役所を訪れたのは日本マーケティング委員会の村田悟会長と、アメリカ合衆国グアム巡州グアム政府観光局のアルバレス副局長など合わせて5人です。今回5人は唐津くんちや唐津の文化施設の視察などを行い、友好交流の増進と相互理解を深めようと唐津を訪れました。峰達郎唐津市長がユネスコ無形文化遺産に登録された豪華絢爛な14台の曳山が巡行する唐津くんちを楽しんでくださいと代表団を歓迎しました。村田会長は、これからもさまざまな分野でさらに交流を深めていきましょうと挨拶しました。唐津市とグアム巡州は唐津産の石材をグアムに輸出したことをきっかけに交流が始まり、平成25年に友好交流移行書を結んでいます。訪問団は2泊3日の滞在で、唐津くんちをはじめ唐津城や肥前名古屋城跡を見学し、4日に帰国しました。ニュースをお伝えしました。毎週水曜日は市内の風景などをご覧いただいています。今回は木々の葉が赤く色づき始めた大地町生佐の見返りの滝周辺の様子をご覧いただきます。
九州場所期間中、浜玉町浜崎に宿舎を構えている大相撲鳴門部屋の朝稽古が10月29日から一般公開され、大勢の市民が見守る中、力士たちが汗を流しました。朝稽古には元大関琴欧州が親方を務める鳴門部屋の力士11人をはじめ、県内外の高校相撲部の生徒などが参加しました。稽古では勝ち残った力士が次の相手を指名する申し合いという取り組みをはじめ、すり足や四股などの基本動作の練習が行われ、力士たちは息を切らしながら全力で稽古に臨んでいました。昨年までは浜玉相撲場で朝稽古が行われていましたが、10月に屋内相撲場が完成したことで、今年から屋内での稽古となりました。屋内相撲場前には鳴門部屋の朝稽古を一目見ようと100人近い市民や県内外の相撲ファンが集まり、真剣な表情で見入っていました。毎年来てるけどね、やっぱ迫力違うね。地元でこういうことがあるということはいいことだと思います。初めて生で見たことですね。すごい迫力ですね。いいですよね。唐津にもね、部屋が来てくれるというのはね。また11月2日と3日は鳴門部屋のちゃんこ鍋が来場者に振る舞われ、力士たちが日頃の応援への感謝を込めて一杯ずつ手渡していきました。朝稽古の一般公開は九州場所が千秋楽を迎える11月24日まで続きます。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市消費生活センターからのお知らせです。不審なハガキに注意してください。訴訟最終告知などと書かれたハガキを送りつけ、連絡するよう要求してくる事案が市内で多発しています。このハガキは実際に送られてきたものです。ハガキには法的措置を取ると記載したり、実在の事業者名を語って本物と思わせたりして消費者の不安を煽るケースが見られます。このようなハガキが届いたら、次のことに気をつけて対処してください。記載されている電話番号にすぐに連絡してはいけません。身に覚えがなければ相手にせず無視してください。念のため届いたハガキなどは保管しておきましょう。不審なハガキなどが届いたら、一人で悩まず、家族や身近な人、消費生活センターに相談してください。平日は、唐津市役所本庁1階の唐津市消費生活センターで相談に応じています。電話番号は 73-0999。相談受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日に相談したいときは消費者ホットライン局番なしの188いやや、または佐賀県消費生活センター電話0952-24-0999までご相談ください。相談時間は午前9時から午後5時までです。トップチャレンジリーグのラグビー選手が、子どもや初心者でも気軽に楽しめるタグラグビーを教える教室が11月6日長松小学校で開かれました。長松小学校にはラグビーチーム宮殿ボルテクスの選手や関係者およそ30人が訪れ、児童たちにタグラグビーのルールや楽しさを教えました。
九州電力では地域社会への貢献を目的に九州各県でタグラグビー教室を開いていて、この日は6年生およそ130人がタグラグビーに挑戦しました。タグラグビーは普通のラグビーとは違い、タックルなどの接触プレーの代わりに腰につけたタグを取ることで相手の前進を止めることができる鬼ごっこのようなスポーツで、子どもや初心者でも遊び感覚で楽しむことができます。教室で児童たちは宮殿ボルテクスの選手たちからタグを取る練習やボールを使ったパスの練習、ミニゲームのやり方などゲームに必要な基本の動きを教えてもらいながらタグラグビーを楽しんでいました。楽しかったです。投げたりすることが楽しかったです。みんなの仲間と協力してできたところが楽しかったです。チームでボールを渡したり、そのタグを取ったりするのがいいと思いました。続いて来週放送する番組のご案内です。11月11日から17日までの特集番組はメンタルヘルス講演会を放送します。講師は佐賀県医療センター医師の津波隆さんです。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。11月11日から17日までの特集番組の再放送は、唐津市童話問題講演会、幸せを諦めない人生を放送します。講師はタレントの鍋おさみさんです。放送開始時間は午後4時30分、深夜1時30分です。11月11日から17日までのおすすめ番組は、住宅防火対策推進協議会と消防庁が制作した火災予防に関する啓発ビデオを放送します。放送開始時間は午前9時30分です。11月11日から17日までの各課からのお知らせは図書館だよりを放送します。今回は新しい本の紹介とイベントの案内をお届けします。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後3時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネルカラツではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は地方カラツや市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。続いては唐津市からのお知らせです。令和元年台風19号災害と令和元年8月豪雨災害に対する義援金を受け付けています。募金箱は市役所本庁玄関ホールと各市民センター、双子の高齢者ふれあい会館リフレ内の唐津市社会福祉協議会本所と各支所に設置しています。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。また領収書が必要な場合は市役所本庁福祉総務課、各市民センター総務福祉課、唐津市社会福祉協議会本所各支所の窓口へ直接お越しください。市民の皆さんの心温まるご支援
ご協力をよろしくお願いいたします。お問い合わせは唐津市社会福祉協議会内の日本赤十字社佐賀県支部唐津市地区、電話 70-2334 までお願いします。唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。Yeah.